お兄ちゃんはいくつ？このお母さん。いじめられない？お兄ちゃんに。いじめられない。あ、嘘、本当？優しいお兄ちゃんだね。リーダーなんだ。6人をじゃあ従えてるんだ。はい。いうこと聞くの。リーダーは何するの？集合とか。いや、リーダーってそんな役目ないんですけど。みんなまとめるでしょ。こっち来てーというの。はい、そんな感じです。Thank you.
ね、何ですよ、春巻き作ってるのあれ、じゃあその上のカゴ取ってみようかな。そう、皿を置いて、カゴ、カゴ届くでしょ。やってみれば。ガラスのボールで気をつけてよ。え、これ二重になってるの？わ、ちょっと怖い、ちょっと怖い、やめた方がいいか。そう、やめた方がいい。ガッシャンガッシャンっつってね。一人で入るお風呂。はい。え、ママと入んないんだ。うん。何歳から一人入ってる？え、でも幼稚園ぐらいから。桜井梨子、小学6年生の12歳です。趣味と特技はゴルフと縄跳びです。はい、ゴルフは何、打ちっぱなしとか行くの？はい。お父さんと？はい、行きます。何歳からやってんの？でもまだ1年半ぐらいしか経ってません。楽しい？はい。うん、そうなんだ。はい、今日の撮影はどうでしたか？最初はすごく緊張してドキドキしてしまいましたが、楽しかったです。楽しくできた？はい。はい、それは良かったです。では最後に SHO-BOH読者の方にメッセージをお願いします。はい、次のライブにぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。応援よろしくお願いします。バイバイ。